前田良一前田良一は兵庫県神戸市出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。元日本代表、兵庫県神戸市で生まれる。1歳の頃からアメリカへ転居し、小学1年生までの6年間をロサンゼルスで過ごす。日本へ帰国し、小学2年生からは東京都の小学校へ同3年生時に、 横浜市へ転居し、鴨志田緑小学校に通った。二歳年長の兄の影響でサッカーを始め、小学三年生の時に本格的に取り組み始める。1993年度の全国高校選手権を見て、同大会に出場した行政高校への進学を決め1994年より、行政中学校へ進学。中学生時には、東京都選抜や、 ナショナルトレセンに選出された。高校生時には国体東京都代表として一学年下の田中、達也らと共に2年時にベスト8入り。行政校では首相も務めていたが、全国高校選手権は高2高3のいずれも東京都予選の準決勝で敗退したため一度も出場できなかった。また、ベルディ川崎の強化指定選手に登録されていた。当時は、 全国高校選手権で活躍した3、学年,年年上の中村俊介に憧れ、足元の技術やプレースタイル全般について影響を受けた。慶応義塾大学に推薦入学が決まっていたが、J リーグ13チームからの勧誘や、高校の監督の勧めもあって、プロ入りを決断し、2000年よりジュビロ岩田に入団。岩田にはドリブルを得意とするミッドフィールダーとして加入するも、 岩田の MF の選手層が扱ったことや、トップ下1.5列目の FW など、起用法が一貫せず、2001年までは出場機会が乏しかった。同年9月の J1 セカンドステージ第一節、清水戦で J リーグ初得点。徐々に出場機会を増やしつつあったが、2002年6月の山崎ナビスコカップ仙台戦で後方からの悪質なファウルによって、 右膝を負傷し、外側半月板縦断裂の診断を受け、長期離脱。岩田のチームメイトである、中山正史及び高原直弘に影響されて、目指す、ストライカー像を描き FW としての素養を磨いて、いくと、負傷から回復した2003年には、地骨結合炎により欠場した、中山の代役として2トップの一角に起用され、ゴール前での精力的な動き出しから、 リーグ戦7得点を挙げた。2005年からはリーグ戦で3年連続で2桁得点を記録。2007年は右膝半月板損傷によって出遅れたが、復帰後は攻撃の大黒柱として高レベルのプレーを見せた。同年10月9日、自身の誕生日に結婚。2008年、序盤は半月板損傷による再離脱もあったが中盤以降復帰し、 同年10月5日の J1 第28節、札幌戦では、2005年7月9日の J1 第15節、CE 大阪戦以来となる3年ぶりのハットトリックを、達成し感長をアピールした。2009年には10月25日の J1 第25節、名古屋戦で自身 J1 リーグ戦3度目となる、ハットトリックも達成。自身初めてリーグ戦全試合フル出場を果たし、 PK なしでの20得点を記録して得点王に輝いた。また、自身初の J リーグベストイレブンにも選出された。同年オフには、複数クラブから遺跡を打診され争奪となるも岩田に残留。2010年、岩田との2年契約を締結。なお、クラブからは同年限りで岩田を退団する中山の背番号9を託されていたが、これを誇示している。 同年11月の山崎ナビスコカップ決勝戦では、広島を相手に延長戦に入っても衰えないプレーぶりで、自身の挙げた2得点を含めて4得点に絡む大活躍を見せ大会 MVP に選出された。同月27日の J1 第33節、名古屋戦ではヘディングシュートを決め、史上9人目にして歴代最年少となる J1 通算100得点を達成。 積極的にプレスをかけ、味方のスペースを作る動きと、正確なトラップ、懐の深いポストプレーで確実にボールをつなぐ、多様な働きに加え、通年での活躍によって、前年より減ったもののシーズン通算17得点を記録。2年連続の得点王と同点で、両名受賞に輝き、J リーグベストイレブンにも選出された。2年連続得点王は、 史上初である。2011年はシーズン中盤の不勝離脱もあり3年連続での得点王を逃したが、怪我からの復帰後は9試合6得点と奮闘し、通年では14得点を挙げた。この年限りで岩田との契約が切れることもあって、横浜 FM などのほかイングランド2部リーグウエストハミユトドから獲得オファーを受けとえ メディカルチェック及び練習参加を行うも、労働ビザ取得がネックとなり、契約には至らなかった。2012年は、チームの一トップ採用にも適応し、相手からのマークが厳しくなる中で潰れ役としても、奮闘。日本代表召集中の負傷の影響で一試合欠場したものの、33試合に出場した。中盤までは好調で、得点ランキングでは一時。 佐藤久人に次ぐ2位にまで浮上するも、後半は調子を落とし、最終節まで9試合無得点だったが、最終節 G 大阪戦では1得点1アシストの活躍で、通年で13得点を挙げた。2013年は、ホットラインを形成していた駒野智和や他の攻撃陣との連携が合わず、得点の後期が激減。波に乗り切れないまま5年連続の j 1二桁。 得点を果たせず、J2 降格を期した。横浜 FM からの再オファーも報じられたが、交渉はまとまらず、2014年は、岩田の顔として、クラブ、自身ともに、初となる、J2 でプレー同年7月5日、J2 第21節京都戦で、J リーグ通算150得点を挙げた。 シーズン終盤になって、七海博が監督に就くと、初戦の J2 第34節愛媛戦からゲームキャプテンを任された。七海は、この投洋について、ゴールでチームを引っ張ってほしいのですが、それだけの責任では足りないと。彼がこのクラブで高校を卒業してからやってきて、作り上げた地位は、格好たるものだと、僕自身もサポーターもそれから、クラブも思っていると思うので。 その格好たる地位というのは誰からも信頼されて尊敬される立場だと思いますし、そこに責任というのを前田にの仕掛けたいということが一つ、と話している。通年37試合17得点を記録しチーム得点王となったが、プレーオフで敗れ J1 昇格は叶わなかった。岩田からは AS の流出を防ぐべく契約延長を打診されて、 いたが、大幅な減法提示であったことから J1 でのプレーを希望し、この年限りで15年在籍した岩田を退団。2015年、FC 東京へ完全一籍。当初は2年ぶりの J1 と初めての移籍に戸惑い、適応するまでにやや時間を要したが、6月のファースト、第17節清水戦では2得点を挙げて、三浦和義を上回る。 J1 通算140得点を記録。9月のセカンド第10節神戸戦では6年ぶり、自身4度目となる、ハットトリックを達成した。味方の攻め上がりを促すポストワークも健在で、前線の核として定着した。2016年5月、ACL 第6節ビンズオン戦では、決勝トーナメント進出を決める2得点を挙げた。 同年8月13日、セカンド第8節神戸戦で、史上5人目となる J1 通算150ゴールを達成。同年9月の同11節湘南戦において、頭による得点では、通算45得点目となるヘディングシュートを決め、中山正志の持つ J リーグ記録を更新した。さらに、J1 通年での敵陣における、 空中戦勝率で日本人最高値を記録している。また、得点以外でも得意のポストプレイやチームトップクラスの走行距離を記録し、貢献している。2017年8月9日に行われた第21節、大宮戦で J1 通算400試合出場を達成するも、シーズン通してレギュラーを獲得できず J3 リーグに所属する。 FC 東京 U-23 の試合に出場することもあった。2018年シーズンもレギュラーを獲得できなかったが、最終節の裏戦で得点を決めて15年連続リーグ戦得点を挙げた。シーズン終了後に契約満了により4年間在籍したチームを退団。2019年1月7日、FC 岐阜へ完全一席。5月5日、 第11節の FC、琉球戦で移籍後初ゴールを決めた。また9月14日には J1、J2、J3 を合わせた J リーグ通算500試合出場を達成した。2020年12月26日、契約満了による対談が発表された。ギフトの契約満了後、 代表のユース時代のチームメイトのモニワ・テルユキが所属する FC マルヤス・や一年ワールドユースで監督だった西村昭弘が GM 兼監督を務めるコーチユナイテッド SC からのオファーや正式オファーではなかったもののカンボジアのチームから興味を持たれ引退か現役を続けるか葛藤する。しかし現役選手を続けるよりも指導者の道に進んだ方が やりがいがあるんじゃないかと感じたことで、現役引退を決意。2021年1月14日に現役を引退し、ジュビロ磐田 U-18 のコーチに就任することを発表した。高校3年生時に U-18 日本代表に選ばれ、2000年には U-19 日本代表の一員として、AFC ユース選手権準優勝に貢献。 一得点ながら柔軟なボールコントロールとひらめきでチャンスを作り大会 MVP に選出された。2001年には U-22 本代表の一員としてワールドユースに出場した。2001年10月20歳にしてフィリップ・トルシエ率いる A 代表の候補合宿に初選出された。翌2002年からのジーコ体制下の4年間は招集なし。2004年は U-23 日本代表として、アテネオリンピック最終予選に出場。すでに岩田では FW でのプレーを続けていたが、監督の山本正邦からは MF に配された。本大会直前で、メンバー選考から漏れ、予備登録に止まった。2006年秋、イビチャオシム式のもと、これまで候補止まりであった A 代表に初選出された。 オシムからは、運動量が非常に多く、個人技術に優れ、見た目にはそれほど早くは見えないが、いつの間にか、相手にとって危険な地域にいる、日本に不足していたタイプと評され大きな期待を寄せられた。2007年10月17日、エジプト代表戦に先発出場し、国際 A マッチ初ゴールを挙げた。オシム公認の岡田武史からも高さ、足元の技術、 守備意識を合わせ持つ点を認められ、2008年の東、アジア選手権に出場。北朝鮮代表戦で、代表を二得点目を挙げるも、古傷の右膝痛がぶり返したため大会途中で離脱。岡田はその後も、招集の機会を探っていたが、コンディションが整わず戦外が続いた。2009年に入って復調し、リーグ戦の活躍が評価されて、 同年9月に約1年3ヶ月ぶりの代表復帰。しかし、2トップでのプレーを希望する前田に対し、岡田は1トップに入ることを要求。最終的には、戦術不適合とされ、翌年開催のワールドカップ本戦では、予備登録止まりで、メンバーから外れた。2010年、アルベルト・ザッケローニの監督就任以降は、初再廃時から代表に選ばれ、1トップに入りしぶとく。 ポストプレーをこなして味方を助け2011年1月開催の AFC アジアカップにも選出された。体の強さと高さを発揮し巧みにボールを引き出してチーム戦術に適応。同大会では全6試合に先発出場しグループリーグサウジアラビア代表戦で2得点、準決勝韓国代表戦では同点に追いつくゴールを決め、 日本代表の2大会ぶり4回目の優勝に貢献した。怪我の影響で一時戦外となるが、同年11月に代表に復帰し、FIFA フフワールドカップアジア3次予選のタジキスタン、代表戦には途中出場で1得点を挙げ、北朝鮮代表戦では先発出場した。同年の活躍により、日本代表のエースストライカーとも称された。2012年も A 代表に定着し、 ザッケローニが海外でプレーする FW が見たいと明言して選抜した FIFA ワールドカップアジア3次予選のウズベキスタン代表戦を除く予選全試合に招集されるも同年10月の欧州遠征では練習中に左太もも裏を置いため試合に出場しないまま途中離脱。FIFA ワールドカップアジア最終予選では一トップとして全試合に先発出場。前線の高連携で 攻撃のリズムを作り出し、自身も5試合で3得点を上げる高い得点能力で予選突破を果たした。2013年の FIFA ァコンフェレーションズカップでも得点場面だけではない90分通しての貢献度を高く評価されて全3試合に出場。ザッケローニからはイタリア代表戦においてアンドレアピルロ対策を完璧に言ったと賛辞され、 元イタリア代表監督のアリゴサきキからも同試合で一番印象に残った選手として挙げられたが、後期を一瞬得点に終わる。その後、代表経験の少ない選手中心で臨んだ東アジア選手権で、柿谷洋一郎と大迫雄也が活躍すると、以降は、その二人を起用する形となり、2014FIFA ワールドカップ本大会メンバーからも外れた。 W 杯メンバーからは、外れたものの、メンバー発表後に、ザッケローニは通訳の矢野大輔を通じて、電話で、前田に、これまでの感謝の言葉を送っている。特に無口ではないが、記者泣かせと形容されるほど人前では寡黙で、インタビューは苦手。前田本人も自身のキャラクターを認め、話をしないイメージに乗っかって楽、させてもらっているのかもと語っている。 大食官として知られている。2004年のアテネオリンピック予選では UAE 遠征中の代表メンバー内に下痢が蔓延する中、前田はこれに動じることなく食事をとっていた。2011年の AFC アジアカップの際には中東の空気は嫌いじゃない。食事も何でも食べられるとコメント。チームメイトの川島栄二は代表の食事の時とか、 僕も結構食べる方なんですけど、食事の終わり頃になっても、まだ食べてるのっていうのはよくありますと前田の食べっぷりを明かしている。30歳を過ぎても食べる量は落ちず、2012年末にはジュビロ岩田のシーズンシート購入者への感謝イベント、2012ジュビロ、コーテアスールアワーズで、今年1年もも食べたでしょうを受賞した。また、食べたらタダになる千三百グラムのココ一番屋の、 カレーを約20分で完食したことがある。FC 東京移籍後は、クラブ側もこれを積極的にネタに使っており、ご飯大好き前田選手というツイッターのハッシュタグを設け、いわゆるスタジアムグルメの宣伝等に利用している。2015年にスカパーのコパアメリカ中継の CM に出演した際も、丼飯をたくあんだけをおかずに食べるという大食感キャラを、 利用した設定がされた。なお、ご飯が食べられなくなるという理由で完食はしない。前田良一がリーグ戦でシーズン最初のゴールを決めた相手は J2 に降格するという内容のジンクス。前田の呪いが2012年シーズン終盤に相次いで報じられた。現に2007年のバンフォーレ甲府に始まり、東京ベルリ、ジェフユナイテッド市原、千葉、京都さが FC。 モンテリオ山形と5年連続で対象クラブの降格が続いていた。2012年の対象クラブは J リーグのオリジナル10の一つであり、降格経験のないガンバ大阪であったが、G 大阪もまた前年まで3、2、3位と続いていた。高成績が一転して残留争いに巻き込まれ、最終節で岩田との対戦に敗れれば、降格という事態に陥る。 そして試合は前田の一得点に1アシストを含む2から1のスコアで岩田が勝利し G 大阪の降格が決定6年連続でジンクスが継続する結果となったが2013年に前田がシーズン初ゴールを決めた浦和レッズは残留し逆にこの年は自身の所属する岩田が J2 に降格してしまった2014年に前田が シーズン初ゴールを決めたかまたマーレ・サぬきも年間21位の成績で J2J3 入れ替え戦に回るも AC 長野パルセイロに勝ち J2 残留を決めた2012年の G 大阪戦の後前田はこのジンクスについて思うところは何もないもともと何も考えていないとコメントしたその後2013年シーズンの開幕時にコメントを求められた際には 僕としてはやめてほしい。そういう話とは関係なく、ゴールを決めたいと、心よく思っていないことを明かし、また、岩田監督の森下人氏も、デスゴールなどというのは両一に対しても相手に、対しても失礼と話した。一方、2013年のリーグ初戦で対戦した、名古屋グランパス監督のドラガンストイコビッチは、引き分けとなった試合終了後の会見で自ら、切り出して、 一つ大事なことがある。それは前田にゴールを入れさせなかったことだと語り、さらに頭の上で丸印を作り、これで J1 に残れると笑顔を見せた。多くのスポーツ新聞やテレビ番組等に報じられ、加熱するデスゴール報道に岩田は困惑し、服部健リ GM は報道陣に対してパフォーマンスに影響が出る可能性があるので、一点目を取るまでは、 岩田発信でのこの件に関する報道は控えてほしい、と報道の自粛を要請した。このジンクスは日本のマスコミだけではなく、イギリスのサッカー史、442でも取り上げられたことがある。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。